皆さん、こんにちは。アルファアドバイザーズの黒岩です。え本日は、トーフルが今年の7月から新形式になるということで、こちらのアップデートをえっと緊急で取りたいと思います。実際にどういう変更点があるのかっていうところも、とか、あとは勉強法ですね。どういう変更があるのか。こういったところのアップデートと、およびまあせんあの変更点のとノウハウのまあ提供みたいな感じで今日やっていきたいと思います。今日も 後半はアルファノートで実施いたしますので、まあ、実際に具体的にどういう変更点があるのか、それに対してどういうふうな勉強をやっていけばいいのか、まあ、具体的なノウハウみたいなところも教えていきたいと思います。はい。で、今日はあのアルファの、えー、ト e フルというか、英語の全般を見ていただいているアドバイザーさんにも来ていただいていて、具体的にどういうところというところをお話しいただきたいと思います。ということで、ご興味ある方はぜひ無料相談からご,ご相談ください。 アルファアドバイザーズ無料相談で検索していただくと、アルファのホームページがすぐ出てきますので、この赤いボタンを押していただいて、無料相談いただければと思います。公式 LINE も開放しておりますので、ぜひこの QR コード読み取っていただいて、えー、LINE でご相談いただければと思います。LINE の方が気軽だと思いますので、あの、いつでもご相談を受け付けておりますので、ぜひ LINE でご相談いただければと思います。 はい。ということで、今日はこういうアジェンダでやっていきたいと思います。あの、どういうトークルの変化、変更点があるのかとか、あとはまあ回答のサンプルとかっていうのを実際に例を見せながらやりたいと思いますので、ぜひこういったところを最後まで見ていただければと思います。はい。ということで、ここからはアドバイザーさんに引き継ぎをして、まあ、お渡しして、どういうふうに変更があるのかとか、そういったところをお話しいただきたいと思います。 でははアドバイザーさんよよろろしししくくおお願いいいたします,そうです、ねえー、以前、TOFL の世界で、TOFL の Reading、Listening、Speaking、Writing で、まあ、こういうノウハウでやりますよというふうなご説明はさせていただいたと思うんですが、まあ、さすが英語という言語で、やは,やはりそのアップデートというものが定期的に行われるということで、 あのあの試験のです、ね、試験のアップデートというものが定期的に行われるということで、まあ、それはトフルでも例外ではないということですね。2019年に一回改定があってから、まあ、ちょっとしばらくの間、動きはなかったですけれども、今回また2023年ですね、2023年の夏、7月からですね、また新たな改定というものが加えられるということで、まあ、今回そこの部分のお話をさせていただければと思います。で 今回、どの試験にしようかななんか必要要件で英語があるんだけれども、でもどれ、どれを選んでも大変そうだし、みたいな結構悩まれている方にとっては結構吉報なんじゃないかないいお知らせなんじゃないかなっていうところで、まあ、トフルの形態、形式が、まあ、だいぶ負担がですね、以前のトフル、今、今も含めて、現状も含めてなんですが、よりもだいぶ負担が軽くなる試験になるのではないかなっていうふうに思っております。 こちらでおおよそのスタイルをまとめさせていただいてはおりますが、えっ、ー、と、リーディングの問題はですね、例えばリーディングだけ見ても、今の状態、リーディングとリスニングにはダミー問題というものは何回も今までお話をさせていただいていますが、まあ、ダミー問題、今までの、今も含めた現状のトフルも含めたトフルの形式では、まあ、この試験の今後に向けた解、 改善のため、テストの改善、クオリティ改善のためのまあ、回答率。現状でこの問題では、えっ、ー、と、正答率は、この問題を仮に本場で出題したら何点ぐらい取ってくれるのかな、皆さんみたいな。統計の目的も兼ねて、ダミー問題というものが現状あるんですね。それが、リーディングあるいはリスニングで、まあ、1問存在すると。 いうことなので、まあ、もしダミー問題に当たってしまった場合っていうのは、普段よりは1も多めに解かなくてはいけないと。まあ、そういうことがまあ通例であったわけですよね。トフル受験者からしたら、な何言ってた当然じゃないかって、まあ、当たり前のようなものなんですけれども、そのトフルのダミー問題、今回、レーティングもレスニングもなくなるということですね。なので、 今までの表記だと、ちょっとわかりづらいですよね。今までの表記だと、あのプレゼントフ、present to full, まあ、present to full format の方ですね。現状では、3 to f o r なんか3問から4問記事が出ますよと。どういうことやねと。<laughs> 安定し、決まってないのかっていう。まあ、ダミーがあるかどうかで変わっちゃうので、ちょっとここは確定はできない,で,きないですが、みたいな話でしたけど、今回はですね、まあ、ダミーがなくなるということで、ダミーがなくなり、かつ、ちょっと短くなります。 で、なので、リーディングだと記事は2つ。to a r t i c l e s リスニングの場合だと28も固定ですね。なので、まあ、えン、ー、と、リスニング問題で言うと、まあ、5つになるということですか。えっ、ー、と、で、スピーキング問題。ここに関しては変わらないということです。スピーキングに対しての変化はありません。同じでしたと。で、 問題として、問題の種類の変更が見られるものは、唯一このライティングになります。なんとこれびっくりなんですけれども、エッセイという、まあ、自由エッセイ、インディペンデント・ライティングという、まあ、トフルの目玉と言っても、うん、いいんじゃないかなって思っていた、えー、とライティング g q u チ s t がですね、置き換えられまして、それが Write for an Academic Discussion というような問題に置き換わります。 なので、ライティングに関しては、インテグレイテ t e の問題一つと、その新しい Writing for an Academic Discussion というものの二つ。まあ、合計問題数は変わりませんが、だいぶそちらの負担が減る。その w r i t ン for an Academic Discussion というものに置き,換わ置き換われるということになります。で、全体で試験時間は3時間から2時間ぐらいに変わるということですね。 えっと、この Writing for an Academic Discussion という問題もですね、これは制限時間10分になりますので、今までの GUSA Independent Writing の30分と比べると、まあ、かなり短くなると、3分の1になるということですね。受験はしやすくなると思います。で、次のページにもですね、まあ、ちょっと今のお話っていうのをまとめておきましたが、はい。Reading はラビ問題がなくなる。文章は2問のみと。で、Listening はラビ問題がなくなる。 で、まあ、そこは同じですね。なので、問題形式自体に変わりはない。というのが、Reading と Listening なので、ここは今までのトフル対策、私が教えてきた、ねご、ご紹介させていただきました、ノウハウでも全然対応は可能ですと。特に、スピーキングなんて何も変わりはないですので、Independent と Integrated r o の Speaking Questions で、まあ、問題、受験をすることになると。唯一問題が変わるのが、この Writing の ところ、セクションでして、一つはインテグレーテ t e d q u e s ン、i o n i テ t e g えっ、ー、と、リーディングを読んで、筆者のポイント、どういう主張をしているのかなっていうところをまとめて、まずは理解をして、その後でレクチャーを聞く。リーディングとリスニングの関係性ってのをまとめましょうっていうのがインテグレーテ t e 問題でしたね。筆者は何かについて賛成をしている理由を3つ述べる。 で、大体の場合は、聞いてる、あの、レクチャーの場合は、レクチャーの人は、それに対して反論をすることが多いですが、じゃあ、どういう理由で反論をしているのかと。筆者が立てた3つのポイント、それぞれに対して言及をしますので、筆者はこうは言っているが、でもこういう理由で、それは間違ってるよねと。2番目、筆者はこう言っているが、でもこういう理由で間違ってるよねっていう関係性をまとめるというのが、インテグレーティルコアスチョン、ライティングでしたね。 そちらは変わりません。プラス、あとは新しい Writing for an Academic Discussion。なので、こちらが鍵になるのかなっていうところですね。今後、えー、とテストの負担としてはですね、まあ、大きく下がる。 と言って差し支えないんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、今まで例えば TOFFL と,、えー、と i o s とか他の試験も含めて、何を受験したらいいのかなって迷われている方にとっては、t o ル f l という選択肢も一つ重要になってくるのかなと、試験の負担ということを考えてもですね。 ではあの、ここら辺でですね、じゃあどういう問題がこの Writing for a ア Academic Discussion で出されるのかっていうのを、まあ、これは公式サイトが出しているうーん例になりますが、ちょっと次のページで見てみましょうか。はい、実際にですね、こういうふうな画面が出題されますと、左上に Instructions Your professor is teaching a class on business. とまあ現状どういう授業を受けているのかどういう状況なのかっていう説明がありまして Write a post responding to the professor's question. Professor の教授の質問に対応するようなポスト投稿を行ってくださいと In your response, you should express and support your personal opinion. Make a contribution to the discussion. ね、なので、これはあくまで議論、トピックについての議論だということなので、自分の意見をまとめて、含めて、含めて、なおかつ議論に貢献するような、そんな投稿を行うべきだということですね。なので、ここから何何、この人の意見を受けて、そしてこの人の意見も受けて、自分のアイディアを述べる、なおかつその後、議論がどん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 柔軟に展開していけるような、そういう回答にできるといいのかなというところですね。 で、どういう流れ、じゃあ何について議論してるのかっていう詳細が右下に書いてありますね。We are all exposed to a lot of advertising とかっていう話で、どんどんここ,でここら辺で問題を理解をすると。で、どういう議論を他の生徒たちはしてるのかなっていうのが右上。キャロリンさんとブラッドさんが話を述べていますということですね。じゃあ、この2人の意見を受けて、じゃああなたは何て話をしますか自分の意見はどういうふうに反映させますか で、この2人についてはどうやって言及をして自分の意見につなげますかっていうところがおそらくポイントになってくるんだと思うんですが、ちょっとこのあたり、もうちょっと補足で、実際に私だったらこういう回答をするんじゃないかな、こういうところがポイントなんだろうなっていうところもお話をしたいと思いますので、まあ続きは後半っていうところにしていければなって思います。はい。では、今のところは以上になります。はい。 ありがとうございます。ということで、続きはアルファノートで行っていきますので、ぜひ、えー、後半も見ていただければと思います。はい、よいしょ。はい、ということで、あとアルファも個別指導を行っておりますので、ぜひあの個別指導で、えー、実際にアドバイザーから 指導を受けたいという方は、ぜひこちらの個別指導を取っていただければと思います。で最近ですね、あの合格したんだけど、ディファーになっていた英語のテストの、えー、点数を取らなければいけないから、こう教えてほしいということで、ご相談に来られた方もいましたが、そういった方も結構多いので、えー、MBA なり留学で内定、えー、と合格を取られた方で、スコアメイクしたいという方、もちろんその留学前に、 とりあえずスコアメイクしたいからという方も非常に多いんですが、まあ、いろんな方がいらっしゃいますので、ぜひどうい,ったどう,いう方でもこう最短で、最高効率で点を取りたいという方はご相談ください。もちろん、TOEFL もなんですけど、i 列、d u o デ i オリンゴ、こういったところの英語テストもサポートしておりますので、あの英語で留学したいと、留学前に英語のスコアメイクしなければいけないという方は、ぜひ早めにアルマにご相談ください。 はい。ということで、後半はアルファノートで行っていきます。で、実際にどういう具体例とかも出てきますので、あの、最後まで見ていただければと思います。はい。では、一旦こちらで、えっと、失礼いたします。見ていただいてありがとうございました。